とことんやり込む。どうも、なおちんです。本日も、妖怪学園 Y、YY 学園生活やっていきます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はですね、ここの、極クエスト、行きましょう。極、黒魔術にご注意を。では、早速、行きましょう。SD チケット2枚消費だよ。では、行きましょう。キュービとかが、道中いるもんね。うん、そいつらのメダル、キュービはもう持ってるかな。持ってないやつらもいるんで。お、敵のレベル、ここ高いぞ。ここのレベルは、500台が、今、お、500以上がいる。もしかすると500が、一番レベル低い敵なのかもしれません。ここは強えぞ。ここは強い。ちょっと待て待て。よし。ここはやりがいがありますね。相当強そう。ローラー、いえ、一匹にしか当たらなかった。しぶとい敵も結構強い。おお、いい感じに花子さんがそっち側に、いいね、攻撃してくれて2匹ぐらい片付けたんじゃない。どうだ、片付けちゃないか。よっしゃ、猫エンド。おし、猫エンドは結構いい。いいぞ。猫エンド。おし。お、ちょっと不具合が治ったか。さっきまでちょっとね、陣平変身して敵を倒したりしても、ポーズが取れなかったんですよ。それが取れるようになってるんで、だいぶいい。ローラーダッシュ強いな。ローラーダッシュマジ強い。よし、まあ倒しましたね。次行きましょう。ここはボスが2体いますもんね。いた、孫の手。おいおい、やっぱやば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 。ローラーダッシュ、じゃあいい。もうザコ倒した。あ、まだいるまだいるまだいる。いけ、ダイナミックネコエンド。ここは大したことないね。うん、孫の手は大したことない。よいで、ローラーダッシュで終わりだ。終わってない。どこに打ってる。どこ打ってる。はい、おしまいだ。何か出したか、何かいいの出したか。いやー、出してないね。一つもいいのがないですね。人面犬が粘ってる一人だけ。この昔の、あの、妖怪、あ、妖、うん、そうね、妖怪だね。は、ちょっと HP 高めですよね。ちょっと高めに設定されてると思う。なので、まあ、人面犬に限らず、うん、吹雪姫やら、オロチやら、結構 HP 高いですもんね。ここは要注意。え、ボスか？あ、違うな。キュービー。よっしゃ、ローラーダッシュ。2体までしか巻き込まなかったけど、おっと、まだローラーダッシュですら耐えてる。さすがキュービー、いいね。メダルが欲しい。お、出た、キュービーメダルゲット。ネコエンド、ちょっと避けられてるよ。メモリアル、よし。とお、お、まあ、まあいいや、取らんでいい、取らんでいい。行きましょう。ここのボスはどうだろう、強いかな。そう大したことないかな。どうだろう、まあ、やってみないとわからない。ナイス。あ、あ、もったいない、倒したかった。まあいいや、行きましょう。どれぐらい強い、多分500半ばぐらいのレベルですもんね。相当な感じっぽいけども、あ、食らったらやばそう。食らったら絶対やばい。よしよしよし、いいぞいいぞ。あぶねあぶね、おっぶねおっぶね。しゃあ、あれ、なんか回避しても出なくなったな。オッケー、チャンスチャンス。なんかポーズは取れなくなってるけども仕方ない。ローラーダッシュ、あ、
違うか。おお、なんかちょっと爆弾を投げちゃったりとかね、しゃれ込んじゃおう別にダメージはそんなないんですけど、いいね。ネコエンドはね、やっぱね、この範囲の広さね。あ、ちょっと待って、どこだ。ゴミ持ってくるから待ってて、ゴミ持ってくるよ。ああ、嘘、ここで、ちょっと待って、違う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 、待て、どう、あと1個あと1個あと1個、間に合え間に合え間に合ってくれ、よっしゃー、ギリギリ、ちょっと待って、燃えませんし倒せ、ちょいちょい、よし、危ね、もうここら辺投げとけ、あ、いった、あ、1500食らうね、やばいな、でい、よっしゃ、ゴミ投げましょう、よし、あ、いった、ちょっと待って、こいつらを倒せば、あ、後ろ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 、急げ急げ、よし、回復するからね HP を、こいつ、よし、 OK で、チャンスのうちに攻撃を、いけ、もう他の雑魚敵も巻き込んでいきたい、こう雑魚敵がこう出すぎじゃない、前こんな出てた、なんか前はこんな雑魚的いなかった気がするんだけど、おちょっと待って、1000ちょっと食らうぞ、結構ダメージがひどい、やば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 い、ダメージはひどいものがありますね、よっしゃ、チャンスになれ、まだか、なれならんか、おお、食らうなよ食らうなよ、ドン、よし、オッケーオッケーオッケー、ここら辺の近くだったら全く問題なくいけるよ、よし、はい、お前らそっくらえ、さあ、ああ、あ、なんでそっちに撃つ、よし、投げ込んだる、あ、やばい、後ろに来る後ろに来るぞ、ドン、よし、さすがやっぱそこそこ強い、そこそこ強い、あれやば、メモリアルジャンプ、あー、ミスってるな、よし、ちょっと避けましょう、メラやられてるよ、さすがに食らうとね、でかいんで、そこは注意だ、よし、もうそろそろフィニッシュでしょ、 HP 回復にいってるだろお前、させないよ、 HP 回復はさせないよ、しゃあ、ローラーダッシュ、おわ、そんなダメージねえな、よし、 OK、 ちょっとちょっと、どこ行くどこ行く、やばー、戻っちゃった、仕方ない仕方ない仕方ない、みんな攻撃だ、よし、ちょっと待って、ハンマー、やばいやばいぞやばいぞやばいぞ、ハンマーハンマーハンマー、よーだ、よし、豆腐の角、まだか、あ、いいもん見っけ、おりゃ、おっしゃ、めっちゃくちゃいいの出た、ちょっと倒したい、もうそろそろ倒しておきたい、分かってる分かってる分かってる、投げ込むよ、はい、でや、あと1個いった、雑魚敵がいるっしょ、ちょっと、よし、おっしゃ、俺はフィニッシュしてないけども、行きましたね、おっと、ベニマル系のメダルがいっぱい出てますね。で、ギガントボイラーも1個出てると。はいはいはい。投げ込め投げ込め。いやーし、まあ、なかなかしぶとかったな。で、経験値も、1万6000と。おお、なかなか美味しいですね。でもまあ SD チケット2枚使うならば、そうね、経験値目当てでは来ない方がいいですね。うん。
まあアイテムは美味しいです。はい、ということで今日は極黒魔術にご注意をクリアしました。ボスはね、まあ強いですね。うん、やっぱり極っていうだけあって攻撃力はかなりあるので注意して戦ってください。俺がまあステータスマックスで防御力かなり高いんですけども、それですら3分の1ぐらい一発で持っていかれるので、しっかりとね回避して、やっていってください。出たメダルはどうだろう。灼熱の太刀448か。まあまあソロで出るものって言ったらこんなもんかな。はい、こういう感じでございます。ではですね、また出していきますのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいやー。